撮影を終えての感想をいただければと思うんですが、本日の撮影はいかがでしたでしょうか。今日はいちご味だったので、はい、たくさんまあいちごのグミ食べられるのも嬉しかったですし、あとあの今回は前回のフルーツの詰まったドレスとはまた違くて、ちょっとシンプルで大人めなワンピースと、あとこのいちごのヘッドアクセがなんか相変わらず可愛いなと思いながら、なんか女の子らしい撮影現場なので、なんかなんだろう、うん、すごくなんか女の子としていられるなと思って楽しいですね。はい、知性男の子とも一緒の撮影でしたけども、うん、それはいかがでしたか。可愛いですね、あの子もなんかも抱きしめたくなるぐらい、なんかすごいすごい可愛かった。あとお芝居がすごく上手で、なんか入ってきてすぐにお芝居された時にもう出来上がってて、すごいなんかスムーズですし、とても頭もいい子ですし、とにかくキュンキュンするかわいかったです。ありがとうございます。で今回石原さん CM の中で魔法使いの設定ですけども、はい、石原さん自身が実際魔法を使えたらどのような魔法を使ってみたいですか。魔法が使えたら、まあ、ものすごくいっぱいありますけどねいっぱいありますよ。なんだろう、なんだろうな、その中で一番これがいいみたいなのってあります。たくさんやっぱ海外行くので、なんかあの全世界の言葉が喋れるようになりたいとかありますし、キンキンで言うと来週ぐらいに人間ドック初めてやるんですよ。だから怖くてただただ不安で、だからあのつるるんってやっただけで終わんないかなっていう結果じゃなくても早く終えたいです。早く健康ですってこうやりたい。なんか安心すごいなんか生々しいですすいませんこんな格好していいありがとうございます。最後の質問なんですけども、はい、石原さん今回魔法の呪文魔法使いを唱えていると思うんですけども、うん、はい、石原さんがここぞという時にあのやるような験担ぎみたいなものってあったりしますか。験担ぎ何かあるかな。あんまり大したことはやってないんですけどね、だいたい靴は左から履きます。そうなんですか。それも癖なので喧嘩すぎた感じじゃないかな。舞台の時は、はい、あのルーティーンで必ず同じ動きしてます。この舞台の本番から逆算してこの1時間前は何々ご飯食べるとか、ここでシャワー浴びるとか、ここで倒立するとか、ここでなんだろう、この音楽聴くとか、ここでこの筋肉を叩くとかで叫ぶとかで私必ず舞台の場合は台本を逆から読むんですよ。なのでクライマックスから全部こう遡って一番初めに戻ってから本番始めるんですよ。なんかそのルーティーンが全部やるぐらいで、普通の撮影とかだとお仕事とかでもプライベートも全然ないですね。あ、そう、うん、本当にじゃあその左足から吐くぐらいそれこそルーティンじゃないですけど、うん、小さい頃からですか。小さい頃から。そうなんですね。うん、体洗うの左手からとかそのぐらい分かりました、はい、ありがとうございました。